ユーザーエクスペリエンス。ユーザーエクスペリエンスとは人工物、製品、システム、サービスなどの利用を通じてユーザーが得る経験である。しばしば UX と略される。ユーザー経験、ユーザー体験などと略される。良いユーザーエクスペリエンスを達成するためにユーザビリティ工学、インタラクションデザイン、ユーザー中心設計あるいは 人間中心設計などが実践される。ユーザーエクスペリエンスという言葉は文字通り利用者の経験を意味する。小学館デジタル大事前では製品、サービスを使用する際の印象や体験と定義されている。専門用語、テクニカルタームとしてのユーザーエクスペリエンスという語についてはこれまでに様々な定義が試みられてきた。 下記はこれまでに試みられてきた定義の一部である。2010年に研究者と実務家からなる30名の専門家が集い、ユーザーエクスペリエンスの核となる概念について議論し、その成果をユーザーエクスペリエンス白書として発表した。その中では、などが主張されている。様々な定義にわたって、しばしば登場する要素として、などの存在を指摘できる。 シーラ・レマンドラが2015年に35カ国758人を対象として行った研究によれば、ユーザーエクスペリエンスという概念について、実践者及び研究者の間で広く同意された単一の定義は存在しない。なお、研究者よりも実践者の方が単一の定義を求める傾向にあるが、多様な人々からの多様な要求を満たす単一の定義など、 果たして可能なのだろうかと論文中で批判している。2010年には、専門家、研究者、実務家30名がドイツに集まり、ユーザーエクスペリエンスの概念について議論した。無理に定義を一本化しない方針になったため、その成果である、ユーザーエクスペリエンス白書においても簡潔にして、平易な定義は提示されていない。経験という語には、家庭としての経験と、 結果としての経験という二つの意味が含まれており、発話者がどちらを意図しているのか曖昧である。この事情は、英語の、エクスペリエンス、でも同様である。ユーザーエクスペリエンス白書では、同名詞型で、過程としての経験を、加算名詞型で、結果としての経験を意味するよう使い分けている。この区別によって、原型の語義の曖昧さを知り添けている。 安藤雅也は著書 UX デザインの教科書で経験よりも体験を多用している。一方、クロス正明はエクスペリエンスの訳語として経験を選ぶ理由としてサービスのような非持続的なもの、一回性が重要なものについては体験でもいいが、プロダクトを利用している場合のような持続的、継続的なものについては経験の方がいいと考えられる。 さらに言えば、経験の方がスパンが長いから、その中には体験が含まれているとも考えられ、一般的な表現を考えるなら、経験でいいのではないかと思われると説明している。ユーザーインターフェースとユーザーエクスペリエンスの関係は、原因と結果の関係であると考えることができる。ただし、ユーザーエクスペリエンスにとっての原因となる要素は、ユーザーインターフェース。 つまり、人工物だけではなく、他にも、ユーザーと、状況という要素が影響することには、意が必要である。言い換えれば、ユーザーインターフェースの設計だけでは、ユーザーエクスペリエンスをデザインしたことにはならない。クロス・マサーキは、ユーザビリティとユーザーエクスペリエンスの概念を、品質の観点から次のように整理している。まず、 設計者にとって設計時に問題になる設計品質とユーザーにとって利用時に問題になる利用品質を分ける。また外的に計測可能な客観的品質と内的、心理的にしか測定できない主観的品質を分ける。これら二つの区分を組み合わせると四つの品質特性領域ができる客観的設計品質、主観的設計品質、 客観的利用品質、主観的利用品質。ユーザビリティは、ユーザビリティテストなどの手段によって、外的に測定できる、客観的設計品質特性である。一方、ユーザーエクスペリエンスは、システムの属性である、利用品質と、システムの属性でないユーザー特性及び、利用状況という3要素の組み合わせによって、構成される。 ユーザーエクスペリエンスデザイン、UX デザイン、UX 設計などの語は、良いユーザーエクスペリエンスを達成するための設計を意味し、実務的にはユーザー中心設計あるいは人間中心設計とほぼ同義である。つまり、ユーザーエクスペリエンスのデザインという固有のデザイン分野があるとはみなされてない。というのも、2010年のにおいて、 人間中心設計プロセスを実施する目的は良いユーザーエクスペリエンスの達成であるという考え方が示されそれがある程度受け入れられているからである歴史を参照のことによれば良いユーザーエクスペリエンスを達成するための設計プロセスはという反復型アプローチであるインタラクションデザインプロトタイピングも参照のことユーザーエクスペリエンスは 人工物の品質特性だけでなく、ユーザー特性や利用状況にも左右される。したがって、実際の利用状況とは異なり実験室等で実施されるユーザビリティテストでは、ユーザーエクスペリエンスの評価手法にならない。例えば、あるユーザーが自身で代金を負担して購入した上で、製品を利用する場合と、テストモニターとして実験室に招聘されて、 無料で使用する場合とでは、嬉しさ、好ましさ、反復利用への意欲などの主観的利用品質が異なる、つまり、ユーザーエクスペリエンスが異なると考えられる。また、自宅の不要品を片付けるアプリのユーザーエクスペリエンスを評価するには、実験室にいながら、自宅の様子を想像しながら、アプリを利用するという経験を測定、評価するよりも、実際に、 自宅で不要品を探しながらアプリを利用する経験を測定、評価する方がより実際の利用状況におけるユーザーエクスペリエンスを評価していることになる。ユーザーエクスペリエンスを実際の利用状況において測定、評価するための手法として民族史、エスノグラフィーや文化人類学におけるフィールドワークの手法が取り入れられ実践されている。例えば、 といった観察法が実践されている。ユーザーエクスペリエンスの評価には、長期的なモニタリングが必要だと指摘する。専門家もいる。ユーザーエクスペリエンス白書で、エピソード的、累積的ユーザーエクスペリエンスの観点が指されているように、ユーザーエクスペリエンスという概念は、長期にわたる利用や解雇を通じて、ユーザーの内面において形成された印象も含む。また、 長期的な、累積的なユーザーエクスペリエンスをユーザー本人ではない専門家が推察して評価することには、ほとんど何の正当性もない。長期的なユーザーエクスペリエンスの評価においては、実際のユーザーを対象とした評価の実施が不可欠である。なお、ここで言う、長期がどれほどの期間を指すのかは、対象とする人工物の典型的な利用期間によって異なる。 数ヶ月あるいは年単位になることもある。長期的なユーザーエクスペリエンスの評価手法としては、などがある。ユーザーエクスペリエンスデザインの基礎となる関連分野として以下のものが挙げられる。ユーザーエクスペリエンスデザインが実践される主な分野は次の通りである。良いユーザーエクスペリエンスを達成するための設計プロセスにおいては、 ペルソナ手法のように具体的な想定ユーザー像を設定することが多い。なぜならユーザーエクスペリエンスに影響する要素にユーザー特性があるためユーザー像を具体的に十分理解することによって主観的利用品質をよりよく測定、評価でき、ひいてはより良いユーザーエクスペリエンスを達成すると考えられるからである。しかし、 そのような具体的なユーザーを想定した設計が一方では誰でも利用できる設計の実現から設計者の意識を遠ざけてしまっているのではないかと指摘する専門家もいる。つまり良いユーザーエクスペリエンスを達成しようと具体的な想定ユーザー像を重視する設計アプローチが行き過ぎた結果あらゆるユーザーが利用できることという意味のアクセシビティは 軽視されているのではないかという指摘である。しばしば想定外のユーザーとして、無視、軽視されやすいのが、いわゆる障害者である。産業界では、しばしば無自覚に、暗黙的に市場の多数派である健常者を想定して、製品の設計を最適化しがちだが、その結果として、ある種の障害者にとっては、そもそも利用できないような設計になってしまう場合があると指摘される。 想定ユーザーの経験を重視するあまり、想定外ユーザーの経験が無視されているということで、ある。アメリカ合衆国では、2001年6月25日に、施行された、リハビリテーション法第508条によって、連邦政府機関の電子技術や情報技術を、身体障害を持つ人でも利用できるよう、アクセシビリティを確保ることが義務付けられている。日本でも、 2016年4月1日より、障害者差別解消法が施行され、障害者が不利益を被らないようにする合理的配慮が、行政機関等に義務付けられている。また、日本を含む、先進各国で高齢化が進む中、視力、聴力、その他の身体能力や、認知能力などにおいて、いわゆる、成人健常者の範疇から逸脱するユーザーの、比率は高まっていくことになる。 このような社会の要請に応えるため、ユーザーエクスペリエンスだけでなく、アクセシビリティにも配慮した設計が必要だと指摘されている。デザイナーは、ユーザーエクスペリエンスそのものをデザインすることはできるのだろうかという論点がある。クロスマサーキによれば、デザイナーは、ユーザーエクスペリエンスそのものに関わることはできない。言い換えれば、ユーザーエクスペリエンスそのものをデザインすることはできない。 それはなぜかといえば、ユーザーエクスペリエンスに影響する3要素、状況、ユーザー、システムのうち、デザイナーが設計できるのはシステムに限られるからである。状況とユーザーはデザイナーがコントロールできない。デザイナーはユーザーのありようをコントロールできないし、ユーザーの利用状況も多少はできても、決定的にはコントロールしきれないからである。デザイナーにできることは、 ユーザーエクスペリエンスに影響する要素のうちの一つであるシステム、人工物を意図的に設計することだけである。例えばシステム特性としてのユーザビリティを高めるようにユーザーインターフェースを設計することでユーザーエクスペリエンスが向上するだろうと期待することはできる。しかし、どれだけ注意深く設計されたシステムでも 良いユーザーエクスペリエンスを約束することはできない。デザイナーの想定外のユーザーや想定外の利用状況においては、良かれと意図された設計が裏目に出ることもあるからである。ユーザーの多様性とアクセシビリティを参照のこと。安藤正也によれば、ユーザーが嬉しいと感じる体験となるように、製品やサービスを企画の段階から、理想のユーザー体験を目標にしてデザインしていく。 取り組みとその方法論を UX デザインと呼ぶのであり、ユーザーエクスペリエンスそのものをデザインすることはできる。ユーザビリティ工学やインタラクションデザイン論の発展史において、ユーザーの主観的価値を重視する必要性から、ユーザーエクスペリエンスという概念が用いられるようになった。従来、インタラクティブシステムのユーザーインターフェース設計においては、ユーザビリティが 最も重要な指標であった。しかし、2000年頃から産業界では消費者の主観的側面への注目が、まり、経験経済などの議論が盛んになってきた。そのような時代状況において、インタラクティブシステムの研究者や設計者の間にも、ユーザビリティだけではユーザーにとっての価値を表しきれていないのではないかという議論が起こってきた。それを象徴するのが、 認知工学やユーザビリティ研究の大家として知られていたドナルド・ノーマンがエモーショナルデザイン2004で感性的価値の重視を訴えたことである。そのようにしてユーザーエクスペリエンスという概念が用いられるようになっていった。良いユーザーエクスペリエンスを達成するための設計手法においても従来からユーザビリティ向上のために用いられていた。 ユーザー中心設計の手法を発展させる形で整備されていった。1999年に国際標準化機構で ISO13407 インタラクティブシステムの人間中心設計プロセスが制定された時点では、まだユーザーエクスペリエンスの概念は導入されていなかったが、その後2010年に同規格画,画として改定された際には、 ユーザーエクスペリエンスの概念が導入された。2012年にはユーザビリティ専門家の国際非営利組織であるユーザビリティプロフェッショナルズアソシエーションがユーザーエクスペリエンスプロフェッショナルズアソシエーションへと解消した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。